徹子の部屋でございます。今日はもう小さい方々に圧倒的な人気漫画、それからテレビでもアニメーションで皆さんご覧になってらっしゃるんですけれども、ドクタースランプをお書きになってらっしゃる方でいらっしゃるんですが、その中のあられちゃんというのはもう ご覧になったことがなくても、あられちゃんという名前をお聞きになったと思いますけど、その作者が今日のお客様でいらっしゃるんです。で、本当はもっと早くおいでいただきたかったんですけど、去年ご結婚式となんか長者番付1位の発表が同時になっちゃったんで、ごちゃごちゃになって、なんかとても純粋でいらっしゃるこの方はすっかりもう人間が怖くなってお芝居になって、今までなんかお顔を見せくださらなかったんですけど、今日やっておいでいただきました、鳥山明さん、今日のお客様です。どうも、こんにちは。よくいらしてくださいました。漫画家とご紹介するべきだと思います。そうです漫画家でいらっしゃるんですけれども、じゃあ初めにまずそのご結婚式と長者番付1位の発表とか一緒になっちゃうとすごかったってのはどういうことで？いや、そうですね、まさかこう芸能人じゃないですから漫画家のところへ結婚式とかで報道の方が来られると思ってなかったですから、もうびっくりして、ああいうのテレビでしか見たことないですから、いやあんまりかっこいいもんやないなと思いましたね。で、まあとにかくご結婚式をなさるということはお決めになっていらしたけど、別にまあそんなに大げさなことじゃないから、普通の方のようにしようと思ってました。そこへ長者番付1位の発表が、そうです、たまたま長者番付の翌日が、翌日にしかこう式場が空いてなかったもんですから、まさか長者番付の発表がその時あるとか全然考えてもいなかったですから、偶然が重なっちゃって、ちょっと それで長者番付が1位におなりになったので、この方の、この後そうですけど、マスコミではその後感想はとかって言おうと思ったら、あなたのところをお尋ねになろうと思ったら、そうなんです近所の人が多分結婚式のことを聞きに来たんちゃうか思って、結婚式のことですかって、それで分かっちゃったみたいですね。じゃあ結婚式もだって言うんで、今度結婚式場にわーっと皆さんいらしたんですか？そうですね。あら、じゃあもう皆さんびっくりなさいましたでしょ？びっくりしましたね。僕が一番びっくりしましたね、でもご結婚式は滞りなく、おかげさまでおめでとうございます。いえいえ、とんでもないです。ですから、新婚でいらっしゃるわけですね。もうほとんど1年になりましたけど、奥様も漫画を描いてらっしゃる方、僕よりキャリアがあるんです。そう、ちょっと今日はちょっといらしてて、あなたの 目の前のところに、本当はこれ徹子の部屋という部屋でございますが、いつもこういうことはあんまりしないんでございますけれども、せっかく奥様でいらっしゃいますので、三上那智さん、そうです、おっしゃる方で、とっても可愛らしい、本当に、ごめんなさい、忘れちゃった、たまたま、ちょうど徹子の部屋ってのは本当はここに壁があるべきでございますテレビを映す関係上こっちに壁がございませんで、ちょうどご主人様の真正面のところに座ってらっしゃるんで、ご主人様は、心強いのと、やっぱりちょっとお照れになるのか、奥様の方ちらちらとご覧になるので、ちょっとごめんなさい、映させていただいたんですけど、今も書いてらして、奥様、いや今はあんまり書けないみたいですね。まだ結婚してキャリアがないもんですから、家事で忙しい。名古屋の方、そうです、で、できないとか、漫画が容量が悪いんですすごい、あれですね、奥様が漫画を描いてらっしゃるんだけど、結婚してキャリアがないから、結婚に対しての、そっちにもう集中すると、すぐ漫画は描けないと、容量が悪いと時々手伝ってもらってますけど。そうなんですか、じゃあ随分いいじゃありませんか。その点は助かってます。で、それからいろんなことがお分かりでしょ、あなたどこが辛いとかどこが大変だとか。それは本当に一番助かった部分ですけどね。知らない人だとこう、例えば話を考えてたりするときでも平気で話しかけたりしますけどね。その点はこう自分でも書いてましたから、どの辺がしんどいとか分かるみたいです。それじゃあいい方と。そうですねでもすごく純真でいらっしゃるんだけれども、ご結婚なさるのにちょっと同じ愛知県の在住の漫画家だから会ってみようってことで何かお会いになったんですね。一番最初ですか？そうです、あれはたまたま奥さんの親戚の方が同じ町内だでこう連絡を取って、そんなこうめったにいないですからもう同業の人と会ってみようかなと思って。もう同業の人が集まって5人ぐらいで、最初は少女漫画を描いてらっしゃる
そうです、少年漫画の人はもうほとんど東京へ出ちゃいますけど、あ、少女漫画家の方はやっぱり女の人ですから、地方でやってる人が多いもんです。あ、そう、そういうことでお会いになって、で、まあ、本当に ご本人もまあ非常に純真でいらっしゃるんですけど、なんかその時特にあのお会いになる時は割と 純真を。そうですよ、だって僕より年上ですもん。だから純真を装ったんですか、あなたは。いや、純真を装ったわけじゃないですけどね、うん、女の人とめったに喋ったことなかったですから、あ、真面目なんです。それぞれ漫画に反映してますか。あんまり反映されてないのかしてるのかよくわかんないですけど、そう、何しろとにかくこのあのあられちゃんの出てきますドクタースランプがどんなにあのヒットしたかということで、まず漫画になりました。これはあの連載を始めしてらっしゃるんですね。はい、雑誌に。そうです、連載、それはジャンプに。そうです、あのドクタースランプっていうのは連載だったんですけど、一番最初はもう読み切りで始まったんですけど、でもその、まあ、話があった先になりますけど、ええ、まあ、いろんなことがあってジャンプにお書きになることになったきっかけは、ええ、あの、あなたのお名前は鳥山さんなんだけれども、ええ、あのジャンプの担当の方が何という。鳥島っていうんですね。ええ、あなたが鳥島さんってややこしいんですよ。あなたが鳥山さんでジャンプの編集の係の方が鳥島さん、ええ、でその方が書いてみないかっていうことで。そうです、読み切りで。はい、で読み切りは成功したんですか。いや、全然ダメだったみたいですね。はあ、どういうところでダメってお分かりになったんですか。こう雑誌の最初の方にアンケート用紙っていうのがあるんですね、ええ、面白かったものに丸をつけろと、ええ、でそれで集計すれば分かるんですけど、思いっきりドベでした思いっきりドベ、ええ、思いっきりドベっていうのは面白くないとかそういうこと。そうですね、やっぱり全然受けんかったみたいですね。でも鳥島さんという方は随分勇気のある方ですね。 そのまままたそうですね。だからもう少し面白いのを書いてみろよとか言われてあんまりそれまで書いたことなかったですから。そうですってね、あの普通こういうあのバーッと本の売れる方、連載を始める方っていうのは必ず漫画の何かの賞をお取りになったり、それから投稿漫画少年だったりするのが普通だそうですけど、あなたの場合はもう何にもその前そういうのないのね。そうなんです、会社行ってまして。何の会社。あの広告代理店みたいな形でこうデザインとか絵を描いたりとか。でも絵はじゃあお好きでらしたの。絵は一応好きでした。というかそれしか取り入れがなかったというか。あ、じゃあもう小さい時から絵は描いてらしたんですか。普通の人よりちょっとたくさん描くっていう程度ですけど、教科書なんかは割ともういたずら書きでいっぱいでしたけど。あ、だけど漫画をねすごく読んだり、その漫画を投稿したりっていう少年では全然ないんです。漫画っていうのは小学校ぐらいの時に読んだ記憶があるぐらいですごい昔の、ね、そうなんですよ。だからもう間が全然抜けてるんですね。はあ、でとにかく今あれのお話を申し上げようかしらと思ったんだけど、そういう連載を始めた、とにかく本になった初版が初版で190万冊。ああ、そう聞いてますけど、すごい数ですね。まあ漫画って言っても初版が190万冊、そしてその1巻から9巻まで今出ている。はい、全部でトータルすると2248万部。そう、それぐらいですか。すごいですね。でも、まあ、それで少女番付1位におなりになって、まあ、そういうあの全てこういったあのお仕事をしてらっしゃる方の中でもひっくりずば抜けて、あの少女番付全日本で35位っていうのはやっぱり随分すごいんじゃないでしょうかね。そうですかね。いや、僕が金のこととかあんまりピンとこないもんですから。そうでしょ。それで、ご自分であの名古屋にお住まいでらっしゃると、あんまりそのどのぐらい植えてるかっていうその感じっていうのは分かんないんですって。だから東京へ来てとか、ああいう時にこう本屋の店先の平積みにこう積んであったりすると、あ、本当に売れてるのかなとか思ったり。なんか段ボールいっぱいなんかこんなお手紙が来たりして。ああ、そうです。せいぜい来て10通ぐらいだから、どうやって返事を書こうかなとか思ってましたけど、ね、段ボールでどさっと来ちゃったからびっくりしました。最初だから返事は必ず出しますからとか偉そうに書いちゃったら、
読むのだけでも大変でした。でも初めのアンケートではまあそんなに評判が大して良くなかったのに、そんなにすごくみんなが読み始めたのはどのぐらいの。ですね、いや、ドクタースランプという漫画に関しては最初からまあまあいいところは言ってたと思うんですけど。なるほど、ええ、じゃあ初めに一回お出しになりましたよね。そしてその時にまあそのアンケートで良くなかったっていうのは別のも、そうです、ものなんですね。それが一番最初に本に載ったっていう作品ですけど。あ、それ今お読み返しになってみると面白い、どうですか。いや、全然面白くないですよ。恥ずかしいですよ。あ、本当に、ええ、そしてまあドクター、それから先の1年間っていうものはなかなかボツになるばっかりだったんですね。そうです、書いても書いてもという、僕自身は全然しんどくなかったですけど、こうそれまで書いたことないもんですから、どんどん自分で少しは上達してるなというのが分かって面白かったです。暮らしはどうしてらっしゃる、その間。その間ですか、いや、失業の身ですからね、ほとんど、お袋にタバコ買ってくるから150円ちょうだいとか、ちょっと喫茶店へ行ってみたいから200円くださいと。そういう生活。そうなんです。でもその時になんかものすごく今おっしゃったように、なんかもう何百枚ももう絵を描きなって、そこが一番お勉強だったんですって。そうですね、500枚くらい描いてましたから、あの時点で割とメキメキと腕は上がってきたと思うんですけど。その間その鳥島さんという方は、編集の方は随分そのあなたをその励ましたりいろいろなさった方なんですか、その間中は。そうでもない、励ましたというか、割とこう書いて送るとダメだな、全然面白くないよとか言われてもっと面白いのを書いてみたらとか言われて。ああ、まだ接してた。そうですね、結構負けず嫌いの方ですから、面白くないと言われて向かってきてまた書いて送ってっていう繰り返しでしたけど。約それが1年。そうです。でそれでたまたま博士物を書いて、この女の子を作ったロボットをの女の子を主人公にしたらっていうことで始まったのがドクタースランプ。あの、のり巻き博士が、のり巻き、のり巻きせんべいという、そうです、名前の先生の博士なもんですから、そこにあられっていうのはおせんべいのことあられっていう、それでそのあられちゃんっていうの、のり巻きせんべいっていう名前にしようっていうのはどういうところから出たんですか。いやー、ほとんど何も考えてなくて、なんとかべえとか古臭くて面白いなと思って、どうせならせんべいとかにして、それから名字を考えてたら、のり巻きというのは結構面白いからって。ああ、それでのり巻きせんべい。まあ、じーっとすると、ね、非常に古めかしいちょっと字のようですけれども、でこのあられちゃんっていうキャラクターが出てきたらば、とにかくもう大変で大変で、何しろキャラクター商品っていうのがいかにこのあられちゃんが受けてるかっていうの、キャラクター商品だけで800種類ぐらい、もっとなりました。それぐらいだと聞いてますけど、まあ、とにかくもうとにかくお人形とかそういうものも全部ですけど、もう下敷きでも筆箱でもとにかくそういうもの全部でしょ、ハンドバッグとか。もういつ子供ができても学用品買わなくても大丈夫なぐらい。必ずあなたのところにそのサンプルは来ます。ええ、いただいてます。で、なんかうちの中にも入りきれないんですって。はい、前、今はちょっと新しいうち建てたんですけど、それまではちょっと狭い家だったですから、入りきれなくて、借家を一軒借りてそこに入れてましたけど。じゃあ大きいもんだったらでしょ、中には。ありますね、プールみたいなもんだ。そうです、プールとか布団とか、全部あられちゃう。そう見てて気持ち悪かったですけどね。でもいちいちそれはあなたのところにこういうものを作りたいけど、こういうものを作りたいけどっていうのはあるんですか。いや、それはないですけど、こういうのができましたっていうので。でもそれはまあ、あなたはそういうのはよくわからないけど、 OK はお出しになってらっしゃるんですか。いや、僕はもうほとんど漫画描くばっかりで手いっぱいですから、そういうのは編集部の鳥島さんとかにお任せして。でも800種類っていうと口で言っちゃうとあれですけど、いろんなものがもうね、こういうものとこういうものとこういうもので、これでまだ3つですからね。そうね、こういうのが800来たらすごい。じゃあお子様がお生まれになったらもう全部揃っちゃうって感じですか。でも使えないですけどね。どうしてですか。いや、もし恥ずかしいとか言われたら、こんな昔流行った漫画じゃないかとか言われたらかっこ悪いですから使えないですよ奥様のこちらとご覧になったりして
今こう、まあ、奥様さっき漫画家でいらっしゃるってご紹介したし、いろんな時とっても、まあ、助けてくださるっていうけど、なんかお書きになる時に相談するとか、そういうことはどうなんですか？いや、たまにあります。やっぱりこれ面白いかなとか、ええ、で奥さんの方が服とかああいうのにはやっぱり詳しいですから、お洋服とかね、ええ、あられちゃん、うん、こんな服を描いたけどナウいかなとか全然ナウくないよとか言われて。でもあられちゃんはあれなんでしょ、いろんなこうなお帽子とかなんかいろんな種類、さっきちょっと映りましたけれど、ええ、初めに、ええ、いろんなこうあれはこう帽子、はい、あれによってもいろんなことができることが違ってくるんですか、このロボット。ロボットなんですね、このあられちゃんっていうのは。かわいい。そうです、うん、いや毎回こう同じ格好をしてても面白くないから思って、あ、その時々によって気分で適当に服を変えてるだけですけど。あ、じゃああれはああいうふうなお帽子をまあ、持ってて、ええ、お出かけの時なんかいろいろ変えるという。そうです、そうです。わあ、かわいいこと。今たくさんそれぞれ。でもこのあられちゃんがメガネをかけたっていうのもとてもエピソードが面白いのね。そうですね、こうなんかもうロボットでメガネをかけてるのはバカバカしいしと思ったし、あとあんまりメガネをかけた女の子が主人公になったことがないとか、 あと僕女の子描くとみんな同じ顔になっちゃいますから、特徴づけるようにメガネをつけて。でも考えてみると、メガネをかけた女の子が可愛いっていうふうにみんな子供たちが思うっていうのもとてもいいことだと思うんですよね。そうですよね。別にこう自分がメガネかけてるせいか知らないですけど、別にメガネかけた子がたくさんいても平気だと思うんですけどね。そうですよね、じゃあメガネをかけてる女の子たちにとってはとてもそれがキャラクターがね、皆さん好きになったことは良かった、そうですね、自分が今までメガネかけてて恥ずかしかったけど割と平気になったという手紙とかね、もらった時は結構嬉しかったですけど、ねえ、でもまあそのロボットなのにメガネをかけてると面白いだろうっていうところのアイデアだったんだけれども、そのうちこう取ろうとも思ってらしたんですね。そうです、メガネかくの結構めんどくさいですから、もうそのうち取ろうかなと思ってたら、これも今特徴になっちゃいましたから、取れなくなっちゃいましたね。だから芸能人というか若い歌手の方なんかでもみんなとっても子供の大きなメガネをねかけてらっしゃると、ええ、あられちゃんみたいなんてみんなが言ったりするぐらいじゃもうお取りになれないわけ。そうですね、あられちゃんのメガネは、ええ、もう特徴の一つになってますから。こういうテレビにお出になるというか、こういうスタジオにいらしたのはなんか今日初めてでらっしゃるんですか？初めてです。いかがですか、テレビのスタジオっていうものの感想は。本心をおっしゃっていただくと、こんな広いところでやってると思う、本当に部屋でやってると思ったんですよ。ああ、私の部屋で。そうです、このぐらい広ければいいですけど、これやっぱり普通の部屋数にしたらやっぱ随分大きい部屋でしょうもんね。そうですよね、窓も大きいですしね。あそこはもう壁なんですよね、あの水色の空のところは、はっきり言うと。なるほど、ええ、別に向こう空があるわけじゃないですもんね。そうだけど、いかにもあれですね、空のようにしていただいてますから、ええ、やはりお家で見てらっしゃる方はそこの広々したお家なかなかないですから、やっぱりせめてね、こう、さっとこう、これも随分いろいろ窓つけたりセットいろいろ変えたんですけど、これが一番なんか定着したスタイルなんですけども、でもああいうふうに人がこう、まあ、コマーシャルとかやりますのでいろいろ人がいるんだけど、ああいうのは思ってもいらっしゃらないことでしたか、それじゃあ。こんなにたくさん見えると思ってなかったですね。いや緊張しますね、テレビは。恥ずかしいです、ね、でも結婚式の時の取材なんかはあったんですね。ええ、ありましたね。なんか記者会見とか言うよね。あ、そう。ええ、で、梨本さんとかいうような人も来たんですか？いやー、見えなかったと思うんですけど。あ、そんなに達したあれじゃないと思うんですけどね。で、なんかご質問あったんですか、そういう記者の中から。ええ、いろいろと。どんな質問が一番多かったんですか？どんな質問、やっぱりその前が長者番付に載ってましたから、お金がどうのこうのとか。ああ、そういうことで、大変ですね、マスコミでもミクシャに。いや大変です ね、 ね、いやまさか漫画家がそういうふうに見られると思ってなかったですから、でましてあんまりそこで頓着なくお書きになったとすればね。そうですよね、びっくりなさった。みんな